セミ将棋。セミ将棋。王手。おめでとう。卒業したふり。すごいですよ。うん。人が多いよね。いいね。行ってきたね。本当だ。少ないと思う。誰か歴史を作る。この池、この池はね、この小説三四郎に出てくるみたいな有名なシーンに出てくる。ああ。出てくるからね。うん。その前は普通に金字池ってあの心の、この、はい、よく和風庭園、あの庭園にある。はい。ただの金字池だった。うん。じゃあそれから。そう、三四郎がね、一人でぼーっとしてるとね、女が二人うちわを持ってね、峰子っていうまた悪い冷たいツンデレとね、もう一人が浴衣かなんかで来て、それを見て三四郎はもう完全にノックアウトされちゃう。で、書いてはいないけど、そこでおそらくノックアウトされた。東大すごいっすね。東大すごいね。そんなもん持ってんの、うん、すごいね。もっと俺小さいんだと思ってた。初めてこうさ、ビルが見えないようになってる。何も見えない。これ、秋いいね。これだとこのモミジ見てよ、これ。あー、これかぶったらいいんだよ。一個のあれじゃないもんね。すごい。景色がいっぱい変わってるよね。うん、秋なんか多分相当いろんな色になってて。そうだね。うん、ねえ、筋も咲いたりとかするから。うんうんうん、割と庭園っぽくない庭園ね。え、ねえ、森になって森化してる。いやすごい世界でしたね。すごかった。なんか日常エコツアーに行ってきたみたいな。本当だね。エコツアージャングルツアー行ってみたみたいな。